そうそうそう、カニ股にな。いや、ほんとそう。で、左足をこうの、今みたいに、いつもみたいに伸ばすんやん。伸ばすんじゃなくて、ちょっと曲げない。これも、この、ゴロの棒を取るみたいな感じで。倒れたよ。お尻を落とすんだよ。それを両足浮かしながら、曲げると、ま、そうそうそう。おほう。これは入る。前のから蹴って反応するから蹴って反応するから蹴っていくときにはやっとくと、これはほんまブロックとシュートストップの間ですね。あ、原則はそっちの方がいい。どっちかというと右で打つんやったらそっちの方がいい。こいつがこう回ってきてこう来たら多分こっちに返せるけど、大事なのはどっちにやろうがここを守るっていうか、まあ全然それでいい、合ってると思います。でも体を前に倒してたら多分やりにくいから、それではそれは多分な、あの手足ペーゼンとかちょっと守らない。それが多分シュートストップの技術だよ。なんか足出して守るっていう。そう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 、うまい。谷川さんに怒る。それがほんまそう、ほんまそう。谷川さんのイメージしてたらほんまに分かりやすい。谷川さんがそうそうそう言ってくれたから。谷川さん、そうそうそう。そうそうそう。手もつけると思ってます。そうそうそう。そうなんそうなん。それの時もある。多分あれは多分周りがもっと近いの。のやよりついてるよ。でめっちゃ広い時もある。広い時はおそらくやっぱこの横の幅、自分の守る幅で出し方変えてるんで。多分広げるとやっぱこの辺やられる。だからこのぐらいの方が多分面が大きい。それを狙ってんやと思う。そう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 、またやられへんし、多分ロジックで言うと速いんじゃなくてこの周りに速くしたいっていうのがあるから多分速いと狙ってるから、速くて寄せれるんじゃなくて、そうそう、ここはね止まってたからね、あの動いてやん、そう動いといて手も下で全然もう狙ってるから、もう出し今出し今出し今出し、全部取れてる、それでそれで全部取れてる。あ、今、あ、今、そう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 、それ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 、そっちの足はそれで守れてるからコースで、だからもう先に出すっていう感じ。そう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 。大事なのはこうシュートを当てるっていうよりは幅を守るって感じじゃない？幅を、この幅を、それは性格悪い。二度とやらお願いしといてなお願いしといてその幅を見てやられたんだ。そう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 、ナイスキーパーナイスキーパー、その幅をこうで体ひねると結構早いね。そう ひねったら全体がひねるから、この時に最後体残すみたいな、こうグッと旋回して、そう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 、ほんまそういう感じ、寄せてガッてやってるから。ただでも一緒に体ひねるとこう面がなくなるから、ひねるけど残すっていう。そう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 、もういけそう。